中国当局は近年、さまざまな理由で日本の高級和牛などの高品質食材の輸入を禁止しています。そのため、多くの中国人がこれらの食材を手に入れたい場合、日本が他国に輸出した商品を購入するしかなく、結局、より多くのお金を費やさざるを得なくなっています。産経新聞の中華民国台北支局長である矢板昭雄氏は22日、中央アジアのタジキスタンは近年、 日本の高級和牛を大量に輸入し始め、昨年は304トンに達し、2020年の6倍に増加しました。しかし、多塾人は主に洋肉を食べ、牛肉を食べる習慣がありません。彼らが輸入した和牛は、ほぼすべて中国に転売され、北京、上海、広州などの大都市の高級日本料理店の食材になっていますとフェイスブックに投稿しました。この現象について、 焼板市は、中国当局が2001年から、牛海面上濃縮のリスクを理由に、日本の牛肉の輸入を禁止してきました。しかし、中国の消費者は和牛が大好きなので、商人たちはタジキスタンを転送ステーションとしています。焼板市はまた、和牛だけでなく、日本の有名な米であるコシヒカリも、産地が新潟県であるため、 核汚染のリスクが存在するという理由で中国当局によって輸入が禁止されています。商人たちは同様に、カンボジア、タジキスタンなどの国を経由して、コシヒカリを輸入しています。同様に、中国当局は昨年の夏、日本のすべての水産物の輸入を禁止しましたが、最近、日本の海産物が同じ方法で、こっそりと中国市場に入ったと述べました。八いた氏は最後に、 中国当局はここ数年、戦狼外交を展開し、科学的データを無視して、軽々しく日本の食材の輸入を禁止し、中国の消費者に多くの無駄なお金を使わせていると述べました。Hey,